昨日県内では新たに4人が新型コロナウイルスに感染していることが分かり、これまでに確認された感染者は33人になりました。そのうち2人は集団感染クラスターが起きている日本松郵便局の社員で、この郵便局で確認された感染者は合わせて7人になりました。また昨日感染が確認された日本松郵便局に勤務する本宮市の男性の妻も感染していることが分かりました。この妻は本宮市の職員で多目的施設エポカに勤務していて、施設は昨日の夕方から閉鎖されています。市は施設で働くおよそ30人の職員を自宅待機にしていて、今日は市内すべての小中学校を臨時休校にしました。他にも感染者が確認された自治体では小中学校の臨時休校が相次いでいます。須賀川市は今日までの予定だった臨時休校を今月21日までの14日間に延ばすと決めました。福島市も21日まで臨時休校にしているほか、南相馬市や矢吹町などでも休みになっています。昨日初めて感染者が確認された二本松市は17日まで授業時間を短縮することにしました。小学校と保育園を1か所ずつ2週間休みにしているいわき市は、濃厚接触者だった子どもの陰性が確認されたため休みの短縮を検討しています。はい、ということで改めて県内の感染者をこちらにまとめました。お伝えしたように昨日新たに二本松、本宮、そして須賀川で合わせて4人の感染者が確認されて、県内の感染者は33人になりました。一方でいわき、矢吹、そして福島市ではそれぞれ1人、合わせて3人が退院しています。そしてこちらは県内の感染者数の推移です、はい、こうして見ますと先月の31日より前はこの県内の感染者2人だったんですが、そこからの10日間で31人も増えているということなんですね。でまた今週の月曜日、今月の6日ですね、ここからのたったの3日間で感染者が2倍になるなど、感染が急速に広がっていることがわかります。